今や償いと愛人が女子大生 OL の間で愛称歌になっているということでちょっと怖い気もいたしますが、見方を変えますとテレサ・テンさんの歌声によって尽くす女、耐える女が見直されてきたということかもしれません。優先音楽賞受賞、テレサ・テンさん、愛人。Thank you.